新規事業企画部、木村正樹と申します。新規事業開発を担当しています。中でも立ち上げから携わっているグループ会社四国部品の増輪事業の支援を行っています。世界と共にある企業、社会から必要とされる企業という社是のもと、矢崎は様々な社会課題解決に向けた取り組みを行っています。日本の森林は戦後50年成熟していき、適切な管理や木材としての活路を求めています。しかし林業の担い手不足により進んでいないのが現状です。そこで我々矢崎はグループ会社の四国部品とともに2023年4月より高知県梼原町にて増輪事業に参入しました。矢崎ならではの技術、経験、価値観を生かし、持続可能な林業に貢献していきます。貢献できることとして主に3つあり、増輪作業の安全面向上、省人省力化によるきつい、汚い、危険の産経林業からの脱却、カーボンニュートラルへの貢献、業界の垣根を越える新たな価値創出の実現を目指します。木材製造過程で排出される汚学を活用した自動車部品の製造や木質ペレット工場の開設など、植える、育てる、切る、使うという森林サイクルを推進することでカーボンニュートラル達成に寄与します。矢崎はモビリティと社会をつなぐ役割を率先して担うことで、安心して暮らせる地球環境を守り、社会にとって欠かせない存在価値を提供していきます。コネクトトゥザフューチャー、矢崎。